にポテトさんから。はいどうも。今日はフリーなので最近見た人の話を、うん、ちょっと説明が難しいんですが、服屋で40代くらいの女性が上の方にかかってる服を取ろうと近くに置いてあった1メートルぐらいの商品を取る棒を手に、はい、服を取ろうとしていました。自分でそれを手に取ってね、okay. なかなかうまく取れずにいたので気になって見てたら、やっとのことで服をゲット、はい、しかし棒の先にかかった服を手を伸ばして取ろうと悪戦苦闘、そうね、1メートルぐらいあるからねあれ他に方法あったんじゃないかな。しかで遠目から見るとおばさんが棒の先に服をかけて万歳して飛び跳ねてるシュールなことに棒を手繰り寄せるって発想がどうして出てこないのか不思議な体験でした皆さんこんな人見たらどうしますかって手伝うはい、そっちからここに寄せてって、私が先っぽ取るからって私はほっとくね手伝わずおかしいね。棒持ちますかって、ね、棒持つ担当にもあるね。じゃあ自分が持つから、じゃあおばちゃん取ってって、そうそうやってあげる。そっか、優しいね私はもう知ってます、神様は人間に右脳も左脳もくれてますからねこれぐらいできて当然だと思ってます。違うさ、えくれてないの。あ、マリさんの前頭葉問題があった前頭葉の層が出てないですからね。人によるよ、そう人によるね、失礼しました。決めつけちゃってね、ごめんなさい。